おはようございます。はい、ワドツミサツにいらっしゃい。あるから写真でも撮りながら移動しようか。こんにちは、イカ娘さん、アイテムありがとう。こんにちは。風が今日超強い。でも風がある分涼しいね。今日は天気めちゃめちゃいいな。今日はね、ある北郷さんのライブに行きます。北郷さんのライブに行きます。新宿でワンマンライブがあるんで、ネタを見に行こうかなと思って。髪の毛そろそろ切りたいな。この辺がね、伸びてきてペタッとする。髪が長くなってきた。バランス悪くなってきたね。
おお、キノコさん久しぶり、元気？風船ありがとう。夏休みだから大変でしょ。ありがとうございます。おお、マミさん、お疲れ。タイムシフト見て気づいた。やっぱ自分の放送見ないとダメだよね。自分の放送を見てみて改善点がね、最初の頃はいっぱい出てくるはずなんだ。3年くらいやってると慣れが出てくるけど、気づいた？意外とね、自分の放送を見てない人が多いんだよ、配信者は。やっぱ人数集めてる配信者はみんな見てるよ、自分の放送。さっき来たじゃん、カラオケじゃなくて。フリートークができるように頑張って。俺も今日は勉強です。北郷さんのライブに行ってくる。俺も勉強。プロの芸人さんの話術をね。頑張って、応援してるよ。スマホにイヤホンでご飯作りながら、オッケー。それぞれの生活があるからね。取り立てられなかったって何？え、何、取り立てって。ごめん、日本語が分かんないから、あさ、なんか勝手に想像して、勝手に言われても、あのさ、俺、あなたの脳みそを知らないから、取り立てって何の話？意味が分かんないんだけど、日本語はしっかりしようよ。いきなり取り立てとか言われてもよく分かんないんだけど。面白くもない上になんか日本語不自由な人と対話できねえかんな。何なのいきなり。取り立てる、特に目をかけて重要な位置につかせる。取り立てられない、それでも意味わかんないわ。何の話。俺演者じゃないじゃん、スタッフじゃん。何を言ってんの。日本語正しく使おう。フォローありがとう、フォローありがとう。はい、どうも。
おお、たむたむいらっしゃい。暑い。ちょっと歩くと汗かくね。暑いわ。あ、俺来る方向間違えたな。向こうか。やべ、逆に渡っちゃったよ。まあいいんだけどね。なんかご飯食べてから行こうかな。お腹が空いたね。今日でも風があって涼しいからいいや。開園までね、19時スタートだったからまだあるんだよね。まだ1時間近くあるし、あの入場まで結構時間あるね。あのオタクいいな。アメリカ人のオタク見たんだけど、ボロボロのプレイステーション1のロゴの T シャツ着てる、すげえ外人がいた。日本大好きだ。コミケとかの帰りかな。なんかすっげえボロボロになったね。PS1 の T シャツ着てたよ。人多いな。いや、あれは外人オタクだよ。イラン人がラブの上に乗ってるな。インスタ映えだね、インスタ映え。怪我するよ、怪我。ラブの上に人がいる。インスタ映えでしょ、インスタ映え。インスタ映えだよ。怒られちゃうよ。いや、ダメでしょ。インスタ映えだよ、インスタ映え。バカッターだよ、バカッター。外人はね、すぐ高いところ登るからね。
今から歌舞伎町行くよ。なんだこのアイテム。ありがとう。何このアイテム。あ、ありがとう。バーベキューありがとう。マリルボーンありがとう。バーベキュー。サンキュー。今からね、ある北郷さんのライブ見に行く。北郷さんのワンマン。最近会ってなかったし、勉強にもなるから。どうぞ。それ面白いよって何？え、マリ、あ、この前のやつあったんだ。あれを DJ フィッチェンのやつだよ。あの、たけしさんのやつ。あ、最悪。スニーカーがベタベタすると思った。ガムが。最悪。前行ったんだ。俺今日行く。うわ、最悪ガム。うわ、今回行かれないんだ。何、東京なの？マリルボーンは。なんか定期的にやってくんじゃないかな。新しいやつだよね、箱。前回のあのオールナイトのやつはさすがに体力は持たなかったけど、2時間ぐらいがやっぱライブは面白いね。マリルボーンってもともとたけし軍団大好きなんだっけ。たまたま。たまたま行ったの。それともそのもともと北郷さんのファンなの。あ、大好きなんだ。あ、じゃあ何、男官塾で俺のことを発見して俺のことを見てくれるようになった感じなのかな。そういう出会いだったのか。でも偶然たまたま配信も好きで、たけし軍団も好きだった。北郷さんのネタめちゃめちゃ精度高いからね。なんか漫才師としての評価が低すぎると思ってて、普通にネタのクオリティ高いよね。ペンさんこんにちは。プロフィールページをよく読んでおいてください。よろしくお願いします。窓さんは知っててたまに潜ってみてたけど、軍団と今回するなってますます目が離せない。ああ、そうだったんだ。もともとじゃあ知ってはいたんだね、俺のことで。だからあれだよ、結構ね、たけし軍団の人とかから喜ばれてるよ。いや、よくやったと、よく弾丸塾やってくれたと。フォローありがとう。まだうまく噛み合ってないけどね。
やったら面白いことになるよ。熊本行くの？マジか。熊本も行くんだ。じゃあマリルボーンライブ見たことあるから知ってると思うけどさ、あの DJ フィッチに V、映像作ってる人いるでしょ。あの多分ライブ見たことあるから分かると思うんだけど、かっこいいあの映像作ってるでしょ。あれが俺 の、 あのカメラ買った映画やった方がいいっすよって言ってくれた人。要は一眼レフとかで映画撮ったりとか、そっちの世界向いてるんじゃないですかって言ってっていう流れの。あ、俺のその映画を撮るきっかけになった人。そうなんだよ。あの人プロなの。じゃあ熊本も行くよ、全員乗り込みんなで行くよ。俺は行かないけど、そう。あ、映像関係のプロっていうのあの人、プロカメラマン。クオリティ異常に高いでしょ。あの人がプロの動画のカメラマン。だその人とはもう週一で飯食う。今日も会う。テツさんこんにちは。佐々木さんお疲れっす。ハルキさんお疲れっす。世界は狭いね。靖国神社、あーなんかねデモやってるみたいね。あれでしょ、なんか桜井誠とかでしょ多分。あれでしょ、反転連だっけ、馬転連だっけ。あの俺も3年ぐらい前行ったよ。あれね、右翼っつうか左翼よりも右翼の方がひどくて、石投げたりすんだよ韓国人に。空き缶投げたり石投げたりとかもうひどいんだよ。胸クソ悪くてもう行きたくねえよあれ。日本人の方がよっぽどマナーなってねえよ。韓国人に石投げたりしてんの、ニュースとかでやらねえんだよそれ。ほんとかわいそうだったよ。なんか反天連とかそんなやつでしょ、反天皇連盟みたいな。ああ、ラグビーとかないよ。ニュースとかで流れないけど石投石とかすんだよ。かわいそうだよあんな。人としてどうかなだよ本当。これはあれもうびっくりしたね。やっぱデモとか生で見た方がいいよ。全然ニュースで流れてるの全然違うから。俺はもう胸クソ悪いから行きたくないけど。いや毎年らしいよ聞いたら。ガンガン空き缶とかゴミとか投げて怪我するよあんなの。メディアがそういうのやらねえ、報道しないかんね。今年は投げてなかった。
早く着きすぎたな。バンプって今こんな感じなんだ。これヒゲ剃ったの似合わない。どんなにヒゲ剃った方がかっこいいっていう人が、女の子とかでもヒゲあった方がいいっていう。バンプだね。今こんな感じなんだバンプ。ドラムの人がライブハウスやってるのに彼女と遊びに来てくれたよ。いいね、ありがとう。だいぶおっさんになったな。やったことあるんだ。へえ。何年前？へえ。つながりっていうか世の中狭いよ。ほんと狭い。早く世界の和道になんないとね。あー、じゃあハウスに気に入られてたんじゃん。プロ行けって押してたんだよそれ。ライブハウスは、ライブハウス一押しじゃないとやらないもん。だからプロ行けって意味だったんだよそれ。要はプロのライブって業界の人が見てるから、あ、アクトに置くんだよ。相当力あったんだよ。売れる見込みがあったんでしょ。どうしようかな。じゃあ配信者らしく青壁で時間潰すか。騒がしい街だな。誰か来ないでしょ。もう人気なんかないよ俺。まあ荒野です。あれはもともと光くんがそこでやってて、新八丁が気に入って新八丁がやって、でその後荒野が行って、その後みんながたまるようになった。ラーメン、そこの北方うまいんだ。青壁最近やらなくなったよね。配信者誰かいるかな。青壁の前チャーシューがうまいんだ。新宿が一番うまい。
ーメンってどこなんだろう、発祥どこなんだろう、喜多方ってどこだ、喜多方って福島とかだっけ。甘い匂いが、甘いミルク、あのクレープ、クレープじゃない、メープルの匂いが。北海道だっけ、喜多方って。喜多方ラーメン美味しいね。なんか人多いな、なんだめちゃくちゃ人いるんだけど、なにこれ、なんでこんな人いんの、俺の出待ち、なんだこれ、女の子がすっげーいるんだけど、なにこれ、福島だよね、なんでこんな人いんだ、俺の出待ちか、ライブ、まあ、若い女の子がたむろしてる、なんなんだろう、ライブハウスなのここ、小間劇のところだよ。何飲もうかな、なんか腹減ったな。確かにバンギャなのかな。ああ涼しい、そう、ね、世界の窓つだから。青壁前です、ね、地下アイドル系のライブ、女の子がメインだから多分バンドマンだろうね。カラオケ横ライブハウスなんだ。あー、これからだろうね、開演、開演待ちだろうね。腹減ったな、クレープでも食べる、やっぱり世界の和道といったらクレープが似合うから、クレープ食べようか。何クレープがいいの、ドリンクとグレープどっちがいいかな。ごぼうサラダとか、俺サラダ系のクレープありえないんだよ、こういう系でしょ、俺こういう系全然食わないんだよね。ホットエビマヨネーズとか、うまいの、クレープイコール甘いもんじゃないのかな。なんかやたらこういうの食べたことないな、エビマヨネーズとか。美味しいの、持ってるよ、最新のカメラ持ってる、持ってる、持ってますよ。頼まん、美味しいんだ、ケバブあったらケバブ食いたいけど。あれケバブ屋あったよな、ケバブ屋、ケバブ屋行くか、ソニーだよ、アルファ7。初見さん、あのプロフィールページ見ておいてください、よろしくお願いします。いや、ケバブ食べに行くわ、ケバブ屋さん行こう、まだ時間あるっしょ。ケバブ、なんだろう、そこに無料案内所あるじゃん、交番の方にあったはずなんだよね。突き当たって左、キャスバーは行かないんじゃないかな、わかんない、なんで、
キャスバー最近行ってないな。荒野の、あの追悼以外行ってないな。っていうかキャスバー配信者減ったよね。キャスバーに集まらなくなったよね、配信者が。カメラに似合いますせ、監督取材みたい、ありがとう作品はツイッターに上げてるんで、もしよかったら見てください。これは報道系じゃないからね、アート系のカメラマン。北川さんのライブ今回も毎日じゃないかな。いや、そんなにがっつり最前列っていうのは、たけし軍団のファンさんがいる、ね、あんま邪魔にならないように端っこで見るのが好きだね。モニターとかあるでしょ、モニターとか。配信者同士のトラブルっていうか、俺酒飲まない。うわーいい風景、写真撮ろうかな。すっごい、これ撮るか、これやばくない、この空。今日これ写真一枚撮るか。いいね風景ね。プロだから全然大丈夫。ケバブサンドをください。はい、ソースは、どうしようかな。照り焼きで、はい、チキンケバブですか。はい、安っ。ドリンクあります？ない。マヨネーズかけますか？マヨネーズかけてください。
300円だってめちゃめちゃ安いんだけど、だいたい5、600円すっかんね普通。え、前400円で売ってませんでした？はい、ずっと300円。そうです。どうも、そこに座って食べていいですか？安っ。いや、しかもボリュームすごいよ、ほら300円で売ってるところなんかないよ。いただきます。めちゃくちゃ安いよね、びっくりするわ。音取れんのかね、300円で。お金払ってないよ俺、ごめん。大丈夫です。やべ、捕まるところだった。ごめん。はい、ごめんなさい。ごめん、大丈夫です。はい、ありがとうございます。やべ、食い逃げするところだった。俺払ってなかった。やば、危ねえ危ねえ。それ払ってなかったな。危ねえ。
や笑えないよ食い逃げは。そうそう、ここに撮ったよ。照り焼きはあんまりだったな。なんかもうべちゃべちゃに醤油がかかってて、普通のケバブはあそこうまかったんだけど、照り焼きはダメだ。あのね、醤油に砂糖を混ぜてるのをびちゃびちゃにかけてしょっぱくて食えなかった。これ照り焼きじゃないよっていう、辛い。あそこ普通のケバブは美味しいよ。そうそう、あ、本当だ、ブラゼっていうライブハウスだ。新しい場所どこなんだろう。だから首かしげさんの、いや言ってくれればいいのにね、お会計って言わなかったよね。いや300円はさすがに払えるよ。300円は払えますよ。300円でね、捕まりたくない。あ、違う、出待ちしてんの違う。あ、合ってるわ。ブラゼだ、ブラゼライブハウスの出待ちだ。今日誰なんだろう、今日誰なのか見てみようか。甘党男子っていうライブ、甘党男子だっけ。ちょっとファミマのところ、甘党男子がやるらしい。俺の方が甘党だっつうんだよ。ブレイズっていうんだ。極甘だよね、極甘クリーミー系男子。パン捨てる場所どっかないかな。空き缶捨てる場所がファミマの中にあるかな。キャパどれくらいの箱なんだろう今日やる場所。なんか新しくできた場所、できたっぽいところなんだよね。ゲーセンの中にゴミ箱あるかな。ここのゲーセンうるさいんだよ。あの配信回してるとすげえうるさい。すぐ店員さんがやめてくださいって言ってくる。じゃあ俺そろそろ向かうわ。北川さんのライブ行ってくるね。じゃあみんなお疲れ様、また見に来てね。多分夜放送します、ライブ終わったら。お疲れ様です。